こんばんは。お話し会、ありがとうございました。<laughs> こんばんは。ヤッホー、石原ちゃんヤッホー。声可愛い,い。<laughs> 嘘やろ。お話し会、ありがとうございました。菅さん、ありがとうございます。 さんさありがとううございいますカチューシャ似合う嬉しいえなんかさ今日カチューシャなくしたんやけど1個 <laughs> 今日さお話し会でカチューシャつけようと思ってなんかギリギリまでど,どっちかめっちゃ迷っとってまあどっちを持っていけばいいやって思って会場で決めようって思ってどっちを持っていったんですよそしたらなんか1個なくってで家帰って探してもなくって <laughs> カチューシャなくなったんですけどだから神様神様がこっちのカチューシャをつけろって言ってたのかなみたいなえでももう一個のカチューシャまたさ一回も使ったことないのになくなったんだけどどこにあるん <laughs> ないんだけど高んさんありがとうございますお話がありがとうこちらこそそうやねん今日はペンライトカラーペンライトカラーコーデじゃんめっちゃニット白ニットや スケモさんありがとうございますタカちゃん服ありがとうスーくんありがとうタカちゃんリンボスターありがとう可愛すぎて震えた <laughs> 震えないでユニバースありがとうこちらこそありがとうそうなんだよねなくなったんですよでさっきカバンの中をもう全部ひっくり返して見たんですけどなくてでも絶対に 一回持っていく時に手に持ってたから玄関で一回そのカチューシャを落として一回カバンの中に入れたんですよねそれでだから絶対家にはない家にはないしカバンの中にもないどこにあるんですか私のカチューシャはどこへえ三3月の話が申し込んだからえ嬉しい今絶賛受付中なので皆さんお待ちしてます 嬉しい嬉しいうくんありがとうコーヒーホットコーヒーかわさん服ありがとうございます <laughs> カふふふかずしゃい嬉しいなんかちょっとしんごくんありがとう大手まんじゅうえ大手まんじゅうは岡山ですよ最近食べてない大手まんじゅうは だけど今日あれれれかも差差し入れ差し入入スケータリング何なんだろうなんかいただきましたお汁こを似たような感じのえー、感動してくれた滝行そう滝行のことをたくさん話してくださった方いてありがとうございますめっちゃなんか目の,目の下が黒い冷蔵庫の中冷蔵庫の中なか,なかったなかったなかったでもさあるよねなんかあるらしいよね 乃木坂46さんの井上凪さんがおうちの鍵をおうちの鍵だっけ何かを冷蔵庫の中になくしてたみたいなあ聞いた気がする <laughs> ねえバックからえ本当に悲しいどこにあるんだろう正解取るねありがとう今すぐね <laughs> そう明日もオンラインお話し会ですし おしましまで来てくださった方も何人かいてうれしかった嬉しい嬉しいなんかちょっと待って目の下が黒い気がする嫌だ来週大阪ねえやったーすーくんありがとうお話し会やってたえお話ししたーいほんま本当に私オンラインお話し会大好きでなんか普通のリアルお話し会だとなんかリアルで もう好きなんですけどなんかオンラインお話し会はなんかね緊張しないやっぱりもうショールームめっちゃ緊張するんだけどオンラインお話し会は本当に緊張しなくて楽しい <laughs> 緊張しないって最高ですえ今日のお弁当何選んだえっ選べたん今日のお弁当ってなんか選べんかった私らの時間は。 えー、やったやった次2月会えるんだこんばんはえ昇格昇格できるかなインプレッション数は難しいです本当にどうやったら伸びるのか <laughs> 今すぐね <laughs> そう滝をなんか滝の中冷たかったみたいな。 のが多かった「はい冷たかったです」って言って「もう人生で一番冷たかったです」って言ってそう説明してたそう明日もお話し会お話し会デイお話し会ウィーク久しぶりに話省ね楽しかったありがとう」「まえちゃんありがとう」「滝行ゆうゆうの絆見ました」えー「えありがとうございますゆうゆうの絆ですよ」やっ ね楽しみ明したお弁当オムライスだったそうえメールで送ろうかな <laughs> メールで送ろうオムライスだった美味しいオムライス今日お手柔らかになんかめっちゃだるまありがとうちょっとまあとで読むねあすごいすごいやんだるまあめっちゃだるまあ <laughs> おーすごいありがとう <laughs> えー、オンンラインねね待ってるる緊張するよ、ね、私もさあのー、キングレコードさんのノイミーさんのオンライン話し会何回か参加してるからさめっちゃ緊張するの分かるだけど <laughs> なんかたもうめっちゃたまにあのー、前の人待って、ね、ない時とかもうすぐ始まっちゃうからマジで心臓飛べそうになるんだ。で,で終わった後のなんか「はあ」って感じがすごい <laughs>。 滝行が感動したからマジお話してえねーお話ししてみたいお話聞かせてください滝行のうん私がお話聞かせるんじゃないうん <laughs> 来てくださいぜひ慎吾くんありがとうこんばんは誰なん言うなのそう滝行で泣いたよって言ってくださった方が結構いてほんまに嬉しかった はじめましてありがとうございます,やすべえさんありがとうたくさんだるまえ顔忘れないよもうオンラインお話し会でも目に焼きつけるから <laughs> えなんかさ私ファンの方のあの写真が欲しいんですよねあのなんかいお話し会でいつも私来てくださった方毎回メモメモしててでいつも メモ作ってるんですけどそのメモに名前の隣に貼りたい <laughs> で何話したかみたいなちょっとそのあと顔写真があったら完成するんだけどな <laughs> 牛窓太郎さんありがとうございますそう田中かな中田かなさん 本当に嬉しいなんか嬉しいそうなんですよ次の幕張メッセの次じゃないわ3月20日3月20だっけ3月20の幕張メッセのお話し会が私のもう私の本当に大好きで大好きで大好きなノエミンさん と全く同じ会場でお話し会なんですけど、どうすればいいですかね。私は本当に、本当にもうお,お話し会に行きたいんですけど。<laughs> 参加する側ね。どうしたらいいですか、これ。何も話すことがない。え、嘘。ありまくりなんだけど、こっちは。ありまくりなんだけど。ネタ用意してきてくれてるの。オンラインってイヤホンした方がいい。え、でも。半々かも。つけてる方。え、でもなんか。あのー。すごいなんか。 え、でもイヤホンしてる方の方が多い気がするビゴナカメさん引っ越せ無理本当にごめんね本当に無理はいのみみさん大好きですえそ確かに直接はさあのあのいらっしゃるじゃないですかスタッフさんの方が「はいお時間です」みたいな「はいはい」言っても「ああ」ってできるけどオンラインはね粘れないよね もう321無事だから <laughs> あれちょっとさまあちょっとあの話の途中,途中なんだけどみたいな時が結構あるんだけど <laughs> キ,キリが悪いんだけどみたいな <laughs> お話が会ありがとうねありがとう楽しかっためっちゃそうなんですよでもその私は待ち時間もワクワクしたいタイプ 嬉しいフォローありがとうございますねえお話し会緊張する私も最初最初富田七々香さんのお話し会参加した時もうもうなんかもう可愛すぎて号泣だったなんか「え可愛い,いって言ってずっと泣いてた <laughs> そしたら「えー!」みたいな「えー!」みたいなのってカオスみたいになっちゃったでなんか富田七菜香さんがなんかこうやって「あ!」みたいなやって。 でこっちああみたいなうんすぐ終わっちゃいました <laughs> すぐ終わっちゃいましたよーバーバーさんありがとうございます嬉しいフォロー滝行一番感動した嬉しいそうだよゆうなん覚えるの早いダンスは覚えるのがちょっとちょっと難しい部分もあるんですけど たくさん来てくださる方はすぐ覚えちゃいますフォロワーありがとうございますえやったなんか嬉しいえちょっと待って今さフォロワーさん何,何名様ですか今何名様ですかちょっともうもうすぐさもう今日の配信でさ突破するんじゃないなんか霧のいい数字 そのノート作ってる。はいはいいや結婚しないって。滝機能ユーのイメージ変わったいい方向に変わってくれるなら嬉しいヤングッチさんえねえありがとうございました楽しかったオンライン握手え握手さ。 まださ発表されてないんよね STU は STU の未来ここにあるええー、うれしいえ私今日それこそ今日マネージャーさんにあの次回次回の次回次の直接会ってお話し会できるやつ1月20日に大阪であるじゃないですかその 時の帰りに NMB48 さんの世代交代前夜公演めっちゃ行きたくってもうあれ本当に行きたくて帰りに行っていいですかって言ったらもう現地解散はダメですってことになって行けなかったんですよもう本当に行きたかったユイちゃんとさもう今日もうずっと話してたんだからもう,もう今日はもうそのこともう本とにショックだったそれがダメなんですかって言って NMB さんの「 吸気生さん公園見に行きたかったねお話し会電波大事だから電波命 <laughs> 確かにノイミーさんのお話し会も変わりましてて一回ちょっと「えすいません場所,場所間違えちゃいました」って言って「ノイミーさんの方に潜入できませんか? <laughs>」絶対ご迷惑おかけするので無理です 終わった後ねわかる虚無感やばいわかるめっちゃそれわかるえそうなの手紙そう受け取れないんです研究生なので悲しいことにバホバブさんありがとうございますもう挨拶やったら私はもう嬉しすぎてもう倒れる <laughs> え情緒情緒大丈夫だよええー、ねえ富田七菜香さんのお話し会もう取ることでさえも難しいからゆなとのお話し会楽しそうやからめっちゃ来てえっ、ー、もう来るんだ今すぐに今すぐに今お話し会えそう明日明後日15日までで最終受付なので皆さんお待ちしてますいつでもウェルカムなんですけど 待ってるねん行きたいって思った時に申し込むのがいいですおあと9人今日の配信で2000人行くんじゃない ?2000 人いったらどうするクラッカーとか用意してないんだけどめっちゃキリよくないみんなぜひ今日の配信でお行くまで終わりませんにしようかなあクリスマスライブの感想待ってる嬉しい こんばんはねぇ突破するんす,するのではカリミヤケさん可愛い,いありがとうございます豊中のヒさんありがとうございますしまいちさんありがとうございますズーイさん可愛い,いありがとうございます嬉しいかすかゆきさんありがとうございますそう残念なんですえ？ 『衣装店』は何もなんか許可とかいらないのかなとか思ったり今年こそ何かしらのイベントに参加してたのでもオンラインお話し会が一番お手軽で参加しやすいかも待ってますよーええー、嬉しい今申し込んできたって嬉しすぎてびっくりしたやった <laughs> うんーいいね。豊中のひろさんありがとうございます。のみんさんの楽譜屋に挨拶来た時点で言えば行けるのかな？えもう絶対に行けない気がする。<laughs> 絶対に行けない。普通にファンだから私は。普通にもうファンだから。去年の去年の今頃なんてもう多分生自身の開封とかしてるんじゃない？多分。 写真さ振り返ってみたらさ去年の今頃はあれでしたハニカミショートの生写真を10泊買って開封してましたよまたそれあげたい SNS にえ明日世代交代全横行くんだうましすぎる私も連れて行って今日余韻した人で寝れないかもしれんいっぱい寝てそうやって「寝れんかもしれん」とか言って寝るんじゃけ寝てください カーストールさんありがとうございます。<laughs> カーストールさん可愛い,いありがとう。草刈り木さんありがとう。ガッチさんありがとうございます。お腹痛がします。嬉しい嬉しい。2000人いったらい曲歌う？<laughs> 何歌おうじゃあ考え中行くのかな今日。2000人いったらリプ編曲え。 リップ編でもショールームだから X と関係ないな,い,ないじゃないからリップ編ではないすうくんかわいいありがとうあ二2月4日は今回で受付終了らしいです2月4日のお話し会はねいちごがさ NMB さんの衣装店行っててめっちゃうやましかった なんで私を誘ってくれないんだ。いちご。やすみさん、ありがとうございます。<laughs> フォロワーに二千人。目の方と結婚だって、絶対無理なんだけど。<laughs> 豊中のひろさん、ありがとうございます。 リアルで見たらかわいすぎるからオンラインがちょうどいいかもだって <laughs> ウける面白いえゆうなんちょっと定期的にフォロワーさんちょっと報告してください今フォローしてない方ちょっと今ちょっとフォローしてみて一瞬だけ2,000人いかないかな <laughs> 私こそは岡山で何かしらのイベントあるとねでもあれかもあの7周年ツアーの千秋楽が岡山であります新しいところの会場新しくできた会場のところでえハキハキしゃべるし笑顔がハキえいだってこれ押せる押してください嬉しい <laughs> あ これは2000人様言ったらほんとりりに放送事故になるから私がやったらちょっとやばいから倒立とか倒立前転とかやってたんだけど学校でえ懐かしい倒立前転とかさマット運動とかやってたんだけどマット運動大嫌い <laughs> マット運動嫌いなんかマット運動嫌いな人多かったよね かわさんありがとうございますなんだっけあとなん,なん側転とかあったいろんななんか技があった技なんか目の下が黒い気がするんだけどでもちょっとここから動くのはめんどくさいので動きませんえ嬉しい二月四日申し込んだの楽しみにしとく二千0 0人目になるためにフォロー外して狙うのありですか うんちょっとフォロー外すのは悲しいから無理つっかさんありがとうございます一回さっき外してたよね <laughs> えー、研究生運動会は楽しそうすぎる楽しそう運動会やりたいでもえ運動会やりたいめっちゃ。 STU 全体とかでないんですかねバク転わ今さこれ通知が来たんだけど2,000人いったんじゃないいっえこれ本当今減ったりしてない配信終わって減ったら結構悲しいんだけどえブリッジはできるよわっミラーモールだイエーイ ありがとうございますやった来たじゃあ今日はここで配信終了ということで <laughs> 2000人突破しましたので今日は配信終了ということで終わりたいと思います <laughs> 終わりませんよ待って終わらないよ普通に普通に終わらないよえー、やった嬉しい道のりは長かった 2000人までのカリミヤケイさんありがとうございます嬉しいミラーボール偽人どうしようなんか企画とかいど,どうしよう側転前転倒立とかん <laughs> 倒立前転とか え、鬼滅対抗運動会楽しそうめっちゃ一番3期生がフレッシュなのではミューポンとかめっちゃえ嬉しい2,000人だって私本当に見たいんだけど待って今じゃあ本当に確認するわあ危ない危ない危ないさっきまでさっきまであれなんよ AKB48 さんの <laughs>「デモデモの涙」をずっと聞いてて流れるところだった え確かにえびえび狩り大会なら私は優勝できるよえ終わらないよ終わらないよえ嬉しいほらありがとうございますそう千秋楽はあれですちょっと待って本当に確認するから私はいや言ってない言ってないよ <laughs> 言ってないけどどういうこと反映されてないってこと反映されてないの せいやんさん服ありがとうございますそう私はちょっと毎日配信をちょっとしようかなっていう心がちょっと芽生えてきたどうどうちょっとちょっと芽生えてきててでも。 ね、なんかラグがあるのかな。え、バズレーで気になって初めて来てました、嬉しい。嬉しいです。滝行頑張りました。ありがとうございます。え、そう日向坂フォーティシックスさんの。二葉あかりさん、めっちゃ大好きなんですよ。なんかちょっと。に、似てる。本当に、おぶがましいんですけど。似てるって。 言ってくださる方いて嬉しい。三五七零五さんありがとうございます。ニュースベイさんありがとうございます。え好きですよ。デモデモの涙。あフォローありがとうございます。そう。だけど今ここの通知に二千人突破で出たんですよね。じゃあちょっと時間が時間経ってから見ようかな。 明日どんな服着るのそう私が一番一番時間がかかるかかることその1お話し会前日の寝る前のコーデを決めることその次の日のお話し会のコーデを決めてなかったら私はもう終わるので今日この配信も終わったら決めなきゃいけない何に何着たらいい えあと1週間で大阪やばそうお試しでお試しで1週間毎日配信とかやってみようかなって思うけどもうそれは口だけになったらちょっといけないので本気で本気で決心が決まったらやろうかなって思いましたそうなんか、X、のインンプレッション数とかかかあれ競ってるじゃなないですかなんかやっぱり毎日配信頑張ってる子がやっぱ配信って大事なのかなって 思いましたえーベスト一億人にバズレのベストメンバー U なんだと思う嬉しい卓球が頑張りましたからグッジョブサナキッコさん結婚してごめんなさい本当に無理ですうん、ほんまに無理です あほらありがとうございます君は元気元気にぶあかりさんはもうあれですねほんまに可愛いですえそんなにそう私が <laughs> ちょっとそうにぶあかりさんとかきはるかさんとゆきりかさんとかあいこじさんとか オーディションの時から見てるって言われてます嬉しいです本当にスープカレーは飲み物さん服ありがとうございます今日のコーデがすぐ決まった一時間ぐらいで決まったあっえ嬉しい今二千にだってやったありがとうございますパパ <laughs> 毎日配信毎日来て来てくれるみんなえすごい にぶあかりさんと高校の時生す,すごいねめっちゃ羨ましいうんあそうだやっぱりでもリアルで着る服装は大事だよね上下も靴もあるからオンラインお話し会は 何を落としたか忘れちゃったクレーンゲームのプロの方ですかプロじゃないプロの方ではないですけどクレーンゲームは好きですね好きな方配信すごく大事だと思うよね私も思いますすごいなんかずっと思ってて配信大事だなってとりあえず明日はしようかなって思います はやたさん結婚してごめんなさいほんまに無理ですほんまにごめんなさいあほんまに無理です <laughs> ちょっと私はこれからめめっちゃ断っていく人にするからグッちぱさなききっこさんありがとうございますまあ確かにね毎日同じ時間に毎日配信したら習慣ついちゃう確かにうん嬉しい表示されてるんだちゃんと じゃあもう一回確認しちゃおうあほんまや2002やった2024年にしてよみんな今2002年だから2024年やったありがとうじゃあ2024年になるまで終わりませんにしようかな厳しいそれはそれは厳しい 伊藤浩二さんありがとうございますだるまほんまに毎日来る毎日みんな来てくれるならちょっと考えようかな豊中のひろさんありがとうございます毎日こっそり見てるよえ本当だ嬉しい本当にこっそり見てくれてるの嬉しい え福岡の時のサンタのやつは私服じゃない、衣装でした、あれは。カリミア系さん結婚して、え、ほんまに無理。ほんまに無理です。ごめんなさい。もう。これだけは、ほんまに無理です。ありがとうございます。オンラインだと、下ジャージのメンバーいる。ちょっと見たことないかも、それはでも。あ、おうさん、ありがとうございます。<laughs> もうちょっとか、可愛い断り方。 <laughs> ちょっと考えとこうかなそうクレーンゲームでも好きだよえゆいなとさクレーンゲーム対決みたいなのしてみたいんだけどめっちゃしてみたいぜひぜひ待ってます偶然今日見つけたえ今日見つけたのじゃあ次回からもう来て次回からも来て 滝はめっっちゃ冷たかったかでもなんか滝が原因かは分からんけど滝めっちゃ寒くて冷たかっただけど滝グループと登山グループ分かれてるじゃないですかそれで体調不良何だろう滝結菜とカナウはもう声がやばいことになってて今。<laughs> なんかこ声が 本当にやばいんですよ今めっちゃなんか声壊しててさっちも体調崩してるじゃないですかそう滝が原因なのかわかんないけど滝グループのみんなでしたそうめんさんありがとうございます20242024 <laughs> 2024人目の人フォロワー結婚しないよどんだけどんだけ結婚したいん 思ってないやろそんなに豊中のひろさんありがとうございますこっちは無理ですって言われて <laughs> どっちがどっちが結婚してってね言ってきたん,んこもうやばいことになってるからえおしましで行こうかなって悩んでますもうそんなのもうぜひ来てくださいおしまし嬉しかった今日も来てくださった方がいてつがさん結婚してえほんまに無理ですごめんなさい <laughs> 本当に無理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 しょんちゃんさんありがとうございます服もうちょっと可愛いことやり方しなきゃ <laughs> 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 えー、毎日配信したらフォロワーさん増えるかなねっ n m b イトさんの「網屋さん大好き」かわいい網ん 断り方くるくるさんなんだっけくるくるさんの断り方できるよ結婚してありがとうちょっと考えとくねみたいなんでしょありがとうちょっと考えとくねみたいな感じだと思いますはいおしまし可能です明日明日じゃないやこの後のやつも何を話せばいいかわかりませんもうそれは黙ってていいよ私がもうマシンガントークするからお話し会で えなんで来てくれたのえなんでなんでなんでみたいなワシンガントークするのでお茶アットンさんありがとうございますえ今日何時間始めたっけ今日30分ぐらい滝行1回目と2回目どちらが冷たかったですかえもう間違いなく1回目間違いになく1回目が寒かった待ってるみんなが滝に打たれてる間の待ってる時間も寒かったもうおーおーおーお,ーおーって感じでした本当に イちゃん豚骨スープむ無理結婚して無理もう本当に無理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 ありがとうありがとう無理いかありがとうカチューシャに合ってる嬉しい <laughs> プロポーズ待つになってるけどうん 12月の上旬上旬じゃないあ上旬だっけめっちゃ下旬だと思ってたうーん絶対増える魅力を持ってる嬉しいあフホラーありがとうございます今日2024人いくかなでも時差があるからねあやだけど考えとくねえかくるくるさんのやつ <laughs> 言う菜永久喋れそうなキャラそんなことないですよお話し会で緊張して話せないかもしれないのでどうすればいいですかえでも多分話さなくてもメンバーが話してくれると思うお話し会に関してはだって多分相手のさもしさ私がさファンの方だとするようでお話し会始まるでしょこんなずっと黙ってたらさ絶対話してくれるよだから大丈夫黙ってても。 あ,ありがとう26分からだって30分ぐらいじゃあ15分になったら終わろうかな終わろうかなん言うなんつあっとんさんありがとうございますマシンガントークできるの <laughs> え喋しゃべる内容がないない方限定だよ ひひろひろさんありがとうございますあフォロー嬉しい優奈は結構話自分から振ってくれるはずと思いますよお来てくださってる方が言ってるよそうやって言って安部さんありがとうございます <laughs> ね、でもさお話会ってさもう大半ぐらいの人がさ「えなれなにちゃんのところ行ってたでしょ」みたいなお叱りにさ来られるようなもんだよねなんかいろんなさ同じ会場でや,やってるからさいろんなところからさもう聞こえてくる「ああさっきなになにちゃんのところ行ってたでしょ」みたいな「名前が聞こえてきたよ」みたいなことをなんかよく聞こえるんだけど <laughs> 本当に気をつけてねみんな怒られないように。 やすべさんありがとうございます。伊藤浩二さんありがとうございます。しょんちゃんさんありがとうございます。元気ないからつづつかわいく元気出してって,言ってくれたらうしい。元気元気元気を出す。だ出た元気。えっやったー明日お話し会初なんだって。楽しみもう本当に楽しみが増えた今日の。やったー。でさん受付中です今。 結婚しての来世でねいや多いから来世は多いからちょっとありきたりなちょっと返しはちょっとやらないカムカムさんありがとうございます <laughs> うーん STU また応援してくれる嬉しいうな頑張る <laughs> マジかガチで話題ないからんで申し込んだんだよないやまあでも嬉しいそれでも。 本当に嬉しい。来てくれるだけでも。え、おしましで。来てくれたら嬉しいよ。もう。何々何何何です。何何ですって,って言って。言ってください。もう。覚えます。お茶とんさん、やんぴーさん。にゃんこ。ありがとう。マニキネ招き猫。マキき猫いいね。 ってやばい結婚してって言ったらするわけねえかドうがガーって面白いねゆなって書類もいっぱいしてくれて嬉しいう頑張る <laughs> ヤンピーさんありがとうございますマシンガントーク狙いで申し込んで <laughs> ええー、うん申し込んでもうそれかもうずっと黙ってたらもうマシンガントークするわええー、来てよオチッアットンさんありがとうございます えお話変えそううちは持ってても大丈夫直接の時は多分無理だけどオンラインで持ってる方をいらっしゃって <laughs> そうでもは話した話したくてさ来るんじゃないのどういうことあ公園のラジオ体操公園でラジオ体操してますいつも続きます ストールさんありがとうございますラジオ体操これこれが好き一番あとこれが好きじゃないグジェブさぬきっこさんありがとうございます引いたレーンから言うなんレーンえっ嬉しいたかちゃんありがとう、えー、まあまあでも私だけに会いに来てほしいんですけどでもどうせね 交通費とかもかかっちゃうから直接はいろんな人行くのがお得だと思います <laughs> ええー、嬉しいお話し会来てくれるのやったグジョブさんきっこさんありがとうございますうんのゆみんさんのお話し会も参加するあ感想聞かせてよかわさんありがとうございますレインボースターたくさん初めて言うの行く時イチゴの名前 に、自ゴの前に行くからそうオンラインお話し会だとなんかいろんな,なんか今日もあれですいろんな場所から参加してくださっててなんか雪雪のさ <laughs> 今日面白かったのが面白かったのがさなんかめっちゃ寒そうなもう、ま、めっちゃ外で多分誰もいないようなところで。 めっちゃ雪が積もってるところでからはあの来てくださってる方がいて「え待ってめっちゃ雪じゃん」ってなって「え待って深さどれぐらい?」って言ってさ私がさ「え指でちょっと確かめてよ」って言って、えー「指差さしてこの辺」とか言ってちょっと面白かった絶対その方指冷たくなってるからそんなことがあるので面白いですねオンライン話話会はバーバーさんありがとうございます うん、ねえ話したいことが多くて困るよねもう話し足りないよループえどっちでも嬉しいでもまとめて出してくださった方が話が切れずに最後まで話せるかも光ですって本当にえうん認知するよ <laughs> 確かに <laughs> 公式のうちはと 自作のうち,はどっちがえっえっでもやっぱうわう嬉しいすごいってなるのはどっちも嬉しいけどすごい嬉しいってなるのはあれかもなんか作ってオリジナルで作ってくださってるうちわとかめっちゃ嬉しい公園とかに持ってきてくださるのもめっちゃ嬉しいえっ優菜 MBTI 診断そうしたことあるんだけど 分かんないあれ分からないですねああそういうことか直接のはお話し会ってことねオンラインのお話し会はガバッて一気に出してくださったらなんかたくさん話せる気がする直接はループでも楽しいよね粘れるからね <laughs> ねまとめだしね それぞれぞだ見た目にインパクトある方が覚えやすい、まあ、それはでもあるかもねもう本当に本当にやばい見た,見た目してくるのだったらそんな覚えるわ一発で <laughs> うん明日もよろしく楽しみだうちはもう一枚作るかえうちは嬉しいよ作ってくれるのめっちゃあボードも嬉しい 全部嬉しいペンライトも嬉しいしユナにも認知したしいもうお話し会来るべしだなそれは松岡さんお疲れありがとうございますひーたさんあありがとう楽しかったお話し会 <laughs> おコメントが追いついた すーくんありがとう花束ありがとうタバ何するあと5分ぐらいだけど誰なん言うなん誰なんちょっと誰なん言うなんもうちょっとキャッチフレーズあれやばいんでどうしたらいいですかキャッチフレーズ。 なんか3期生の公演期全員が3期生の公演と「僕の太陽公演」のやつと私たちは2.5期生さんとやってるじゃないですかだから2.5期生さんがキャッチフレーズを毎回やるので私たちもキャッチフレーズがなくってなんかその2.5期生さんと一緒に公演してる私たちはもうなんかちょっとキャッチフレーズができてるんですよできてきててなんかみんなそれをやってるんですね今公演で。 だから多分3期生また2.5期生さんが昇格されて3期だけでやるってなったらびっくりするんじゃない私めっちゃさ2.5期生さんとさ同じチームの私たちがさめっちゃスラスラキャッチフレーズ言ってたらさびっくりするよねえっ3期生ってキャッチフレーズなかったんじゃないのみたいななりそうなんか今めっちゃ喋ってたよね一人でめっちゃ喋ってたんだけど ペンライトの色は白と薄ピンクです。今日はペンライトカラーのコーデなう。<laughs> 誰なんでもすぐわかるよ。うんーキャッチフレーズ決めようの配信確かに良さそう。だけどキャッチフレーズなんか作らないって言ってたのにな。三期。I love you なん確かに私もそれはいいと思った。 だけどなんか誰なんもちょっとや,やばいか <laughs> ねいいいいと思ううん確かに3期生はねまだキャッチフレーズはなくて大丈夫ですっていうことなのでねうん あ15分が来たので終わりたいと思うえあ今日バズレの投稿何にしようバズレの投稿どうしよう考え中リア中みんなの推しは誰なん言うなえそうなんかそれにしようと思ったんよ最初はあなたの推しは誰なん言うなにしようと思ったんだけど思ったんだよだけど なんかちょっとさプライド高い人が <laughs> またこの話に <laughs> なるんですけどなんかプライド高いなんかマジでマジで叶うマジで叶う楽しいみたいな人がいる,いるじゃないいるとしたら公演で「あなたもじゃ誰なん?」って言ってさ「叶う!」って聞こえたさ <laughs> どうするちょっともう耐えられへんから。 言うんって聞こえなかったらちょっとあの困るのであの、はい、言う直しじゃない方がなんか自分の推しのさ名前を呼び始めたらさ困るじゃんあなたの推しは誰なのか <laughs> やばいからちょっとあのや,やめますだからだから私は 誰なん、誰なん、ゆうなーにした。考えすぎかな。うん、確かに。お話し会の時の写真、あんまり撮ってないでも。ごじまさんのきっこさん、ありがとうございます。一番可愛いのは誰なん、ゆうな、いや、だから、それも。一番可愛いのが、かなうだとするやん、押し、押し目がね。 一番ん誰なのって言ったら「おお! <laughs>」ってなるかもしれんやんありがとうみんな <laughs> そうちょっと <laughs> マナーとしてね だからちょっとやめた <laughs> 考えすぎやばい <laughs> <laughs> ちょっと面白いね田中のひろさんありがとうございます <laughs> もかなカナのそうの猛烈的なファンの方がいらっしゃるからああえいいかも推しの次に可愛いのは誰なんって言ってでもそれはさ湯南推しの方がさ湯南に調子だったらさ湯南 <laughs> の次にさカナうのことが好きな方がいらっしゃったらさまた「カナってなるから。 <laughs> ちょっともうあのー、マジでかんよく考えますだから多分私は「誰なんだれなんでいこうと思います」<laughs> そうだからちょっと終わりたいと思います今日はみんな来てくれてありがとうね。 ありがとうなん言うなんん <laughs> そうみんながそれぞれさ公園に来てるさそれぞれのさ推しの名前を言い始めたらカオスになっちゃうからでもそれでもさいいと思わないちょっとまあでももうちょっとよく考えたいと思いますえ終わるの寂しい明日も配信するから待ってて。 毎日配信毎日アイドル2日目明日はじゃあああと X のフォローとリポストあリポスト大事お願いしますねそしてお話し会も今絶賛受付中なのであの優、ー、ナのマシンガントークを <laughs> あのー、ちょっとちょっと試してみたいなって方がいらっしゃったらぜひお待ちしてます プロフィールから申し込めるの,のでお話しかい待ってますねね公演では推し関係なくコールしてるもう最高なファンですねそれは最高なお宅ですそれはマシンガントーク何枚からえ一1枚から受け付けてるよ1枚15秒でしょで15秒の間何も喋らなかったらもう私がもうずっと喋ってるから。 1>, 1万から受け 1, …1 万1万円ん1枚1枚から受け付けてます面接しに来てもいいよじゃあ終わるねあとフォロワー2,000人様ありがとうございましたほんまに嬉しいです何んだっけなんあ違う違う壇上だよー 十三位、カワストールさん、ありがとうございます。十二位、豊中のひろさん、ありがとうございます。十一位、スー君ありがとうございます。十位、大津アットンさん、ありがとうございます。九位、バオバブさん、ありがとうございます。八位、グッジョブ・サナキッコさん、ありがとうございます。七位、ユニバースさん、ありがとうございます。六位、カワさん、ありがとうございます。五位、ヤマピーさん、ありがとうございます。四位、カリミア・ケイさん、ありがとうございます。そして三位、 たかちゃんありがとうございますそして2位スープカレーは飲み物さんありがとうございますそして1位安兵衛さんありがとうございますはい今日もありがとうございました1時間見てくださり毎日ね明日もじゃあとりあえずやろうかなめっちゃフォロワーね伸びるかな <laughs> じゃあねありがとうおやすみじゃないよあとでポストしよう X で待ってるねバイバーイおやすみおやすみじゃないよなんか嫌ねんってこれ。